ああ、今宵の月のよく冴えたことよ。拙者は柳生宗則。今は神理の影法師にして、主なき剣士が一である。ほう、辻斬り。ただ一刀のもとに切り捨てられていたとは。俺たちは下手人の行方を追っている。しばしの間俺たちと歩んではもらえまいか。な、何？はい、わかった、両人共に刃を振るおうぞ、頼殿。民を襲い世を乱す怪異を我が剣にて残らず散らしてくれる。神妙にせよ、辻斬り宮本より。阻む者は振り払うまでだ。まるで血の通わな冷ややかな剣ばかり。セイバーも感じたか。まさに金質瓜二つの剣筋、あるいはもっと別の何か。ああ、そういう、なるほどね。武蔵、なぜだ。ことここに至って凶を発すか。悪であれ斬るべし、善であれ斬るべし。斬るべき時には誰であれ斬るべし。江戸柳生、かくも呪われたるものか。なんという剣気。幕引きだ。心してまいろう、いよいよ秘伝の剣、永劫拙者に届かぬと知れ。死の大立ちは死のみを欲す。